結城朝道は、江戸時代後期の武士、水戸藩の失政。別名、虎数の読み方については、虎数や、友久とする説もある。本性は、藤原氏。家系は、珠府将軍、藤原秀里を祖とする小山氏の同族、結城氏の血筋。結城氏は、鎌倉、室町時代から続く関東の名門であり、同じく古くから関東に栄えた小山氏、小田氏などと共に、 三戸藩の御参加と並び称された家柄である。結城氏が三戸藩氏として仕官した後は、歴代の重役を務める全国の事業をもって偶され、その格式を保ってきた。家電によれば、系譜は以下の通りである。しかし、白川結城氏の一族、中畑氏の血筋とも、下佐結城施設、結城春とも、七郎春信晴栄春久、晴広春久、 カズ晴ハ徳虎数生命、七郎種ノリイコール同家、白川祐希氏所流中旗節、旗施設、祐希春綱中旗春常から、中旗春時相良晴友から、提供、晴れた工場晴久、晴れ広し春久、カズ晴れ徳、レトク、ト生命、七郎種ノリイコール同家、文政元年、水戸藩氏祐希春ノリの長男として誕生。文政七年に家督を継ぎ、 天保4年からは、水戸藩江戸藩邸にて、藩主、徳川成明の故障を務めた。成明からは、若年より、お勝て改正係に任じられ、天保13年からは、失勢となる。当初は、人物総名にして、主君、成明や天狗党からも交換を受けていた。名門中の名門に生まれた朝道は、育ちがよく、 決して陰湿な人物ではなかったが、名門に生まれたが、ゆえの誇りから、生来保守的な性格の持ち主であった。加えて、持ち前の聡明さから、上司層により形成された、砂漠派の保守層の指示を受けて、次第に対等、藩内に勇気なる一派を形成するほどの勢力を築いていくことになる。そもそも、水戸藩では、上司層を中心に、新幕腐食を打ち出す。 諸政党と朝廷を信奉する天狗党に分かれ、代々藩内で闘争を繰り返してきた。八代藩主、徳川成信の死後、諸政党では、幕府との関係を親密にするため、十一代将軍、徳川家成の諸子を養子に迎えようとするが、中華思想を中心とした一派が成信の射程成明を推したため、成明が藩主に就任したという権威があった。ゆえに、 上司層はいわば藩主の抵抗勢力となり、成明は、その聡明さから、中氏や下氏であっても優秀な人材を積極的に投与した。有紀は、有力上司の一人として、天狗党の跋扈する水戸編成に反発、保守層の勢力挽回のために、革新的な政策を取る成明や、その副心たる藤田東子、戸田中大裏をはじめとした。 尊濃派と次第に対立を深めることとなった。結城は、中止歌手層を中心に形成された尊濃派の対頭を防ぎ、藩内の心幕不正力を回復するため、藩士、そして、成明と改革派の失脚を実現させると、水戸藩の実権を掌握し、成明の後を継いだ、徳川義哉の下では戦王の限りを尽くした。しかし、降下四年九月、老中、 安倍正宏の命で勇気も失脚となり、同年10月24日に隠居処分に処せられた。かつて朝道によって失脚させられた、成明や改革派の恨みは凄まじく、彼らがやがて復権を遂げると、嘉永6年10月16日に朝道は拘禁されることとなった。やがて朝道は、水戸藩の師藩の筆頭、高松藩の藩主で、幕府内においては、 不代大名の伊いい直助ら保守派との関係が深い、松平頼種が、宗家の家督を保守しているのを知り、吉奴を暗殺して、頼種を藩主に迎えようと格索した。しかし計画は露見し、その三年後に死罪に処せられた。去年三十九、子、種のりも抗禁され、絶食のために酷死した。結城家はこれにより、藩主としては滅亡の浮き目を見ることとなった。 ちなみにその後の結城家は、水戸藩主大森氏から養子を迎え、水戸藩領内の久慈軍においてその家系を伝えた。ありがとうございます。